はじめまして、おはようございます。ふめいです。今回も始めていきましょう。さて、今回はあれ、前回確かカットが出てきましたね。そうか、この画面を起動するたびにランダムでカットか穴のどちらかが出るんでしたね。そうですね、ランダムでここに出てくるキャラクターが変化します。というわけで穴ですね。長いタッチ、やっほー、カットだよ。ねえねえ、穴もいるよ。アタチたちのステージは線を描いたりなぞったり長くタッチするドローステージなの。張り切っていこう。張り切っていこう。長いタッチ、線を引いたりして長く動かすの頑張ってね。カット&穴の家、まあいかにもな感じのキャラクターがキャラクターですからね。わーい、おやつ食べようっと。あれ、おやつがない。どこ行ったの。ワンワン、犯人を追わなきゃ。あ、そうだ、お姉ちゃんにメモを残そう。そうですね、メモを残すのが大事と。こんな感じですかね。急がなきゃ。メモ見たよ。さあ行こう。さあ行ってみましょう。たっぷりかけます。ヤミー。いやあ、あのメモでしっかり伝わったようで何より。ファブロ、読めない読めない。It's true love. Speed up. 導け。星座。こうか。よし。つけろ。ひげをかけ。はい、うん、そっくり。スピーダー。漢字をかけ。どうです。はい、100点満点。やったね。見つけろ。点火。あ、これは壁に接触するとまずいんでしたよね。ボス来ました。いや、今回のステージも楽でいいですね。あ、これですね。はい、超危ない。あらま普通に失敗しました。あんまり遊びすぎても良くないな。はい、
はい。これでゴールですか。もう完全に遊んで失敗してるというこのボスゲーム。負け。友達になりましたと。ライブハウスサチ、はいはい。結構集まってきましたね。うん、音も集まってきましたね。楽しいな。友達いっぱいできるのは。おやつのことは許してあげる。さあまた来ましたね、オビロンさん。もう完全に中がガラクタ置き場になってますけどね。というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。